バドミントンはラケットワークとフットワークどちらもできて初めていいショットが打てます。どうしてもラケットワーク、こう羽を打つという動作に集中しがちですが、フットワークがダメだとそもそも羽に届かなかったり、あと羽が近すぎたりと、そうなると正しいフォームで打てなくなります。ただこれには3つのポイントがあります。1つはリアクションステップ、これは後で説明したいと思います。それから2つ目は体重の移動、常にセンター方向に体重を移動させるように。それから3つ目は体の使い方です。この3つを意識することで正しいフットワークが身につきます。このリアクションステップができていないと、まず1本目が動くことができません。これが片足がついた状態であったり、両足が空中にいた状態ですと、次の1本目が出ません。なので、相手のタイミング、このシャトルを当たる、シャトルが当たるタイミングに合わせて両足をつける。そしてこの1歩目を早く、出すことでコート全体を動くフットワークが身につきます。ジャンプ、リアクション、ステップ、左足をついて次右に行きたい場合は左足を先について後ろに1回回します。それから右足をついて、この時に左手をしっかり前に出しておく。すると体がねじれます。ここから右に行きたい場合は左足を先に、左に行きたい場合は右足を先に、